寝たようですね。今こそ夜襲を仕掛けます。まずは手足を縛ってから起こしてくすぐり地獄、完璧な仕返しですね。うひー、お、起きていたんですか。違います、夜襲に来たんです。あわわ、あ、甘えに来ました。ギャです。なんとかしてこうギャフンと言わせたい。はそうだ、こういう時こそこのヘルプリングを指にはめてやればいいのでは。本来はサポート用のこのリング、身につければ私の指示通りにマイスターの体が動きます。これを悪用して他のやつにヤマトを攻撃してもらえば。ゲタゲタ、これぞ36系の1、灼刀殺人。大変ですね。別に頼んでいませんし。じゃあ、私の代わりだと思ってこれをどうぞ。マイスターか、仮マイスターのみが装備できるヘルプリングです。位置を把握できますし、困った時は強く刺激してください。私が飛んでいって、サポートしますよ。私を信用しないとは。ほら、これでどうですか？ふん、そこまで喜ぶものでもないですが。よしよし、装備しましたね。いってらっしゃいまし。私は家事してます。よしよし、投稿しましたね。それでは、まずはパーッと家事をきちんとして、それからヤマトを懲らしめに行きましょうね。今回はシャツ類が多いですから、シワができないよう脱水時間はなるべく短めに、障子と敷居の間、ほこりがありますね。削除！寮に残ってる人たちの料理は、卵と玉ねぎが余ってそうなので、炒めタコライスとオニオンサラダで。よーし、家事終了。外行ってきますね、姉様。行ってらっしゃい。車や変態に気をつけて。はーい。元気ですね、IS は。うん、家事は完璧ですね。さすがアイデアルサポート。学園の敷地内には入れませんが、少し離れた空から望遠で覗けば。ほーら、いましたいました、私のカリマイスター、略してカリマス。屋上で松永ツバメと二人きりですか。これはいいですね。達人ランキング上位に位置する彼女の制裁であれば、いくらカリマスでも回避できないでしょう。頃合いを見てヘルプリング作動です。セクハラしようとしてぶったたかれなさいな。どうしたの、ヤマト君。
この暑いのに寒気って夏風邪？私なんて暑くて少し足に汗かいちゃったかも。と言いながらも目が離せないヤマト君であった。とまあからかうのはこれぐらいにして。どうしたのヤマト君？私に手を伸ばして。世間体を気にする君は何もできないでしょうに。はいはい、どう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 。あ、止まりそうもない。ダメ、くすぐったいよ。でも大胆なヤマト君、かわいいかも。この先はどうしちゃう気か一応聞いておこうかな。なあ、バカな計算違いです。迫ってきたヤマトを制裁するどころか、むしろその状況を少し楽しんでいるような。もう一押しすればひっぱたかれそうではありますが、ツバメに恨みはありませんし、そこまでセクハラできません。くー、失敗ですか。あれ、我に帰っちゃった。まあ挑発したのこっちだからね。今日はお互い様ということで、さらば。こら、ツバメと何をしていたんだ。お、これは最高の制裁素材が来ましたね。しかも桃代には普段からセクハラされがちですから、容赦なくいけますよ。ツバメでなく私に構えよ。お姉さんだろ。いい度胸しているじゃないか、弟。あ、なんだお前、大胆だな。これはあれかな。ツバメよりお姉ちゃんの方がいいってサインか。うん、そう解釈するからな。無言で攻めるとはやるな。もういきなりこんな大胆なスキンシップに来たらお姉ちゃんも負けてられないぞ。ヤマト、これでもまだ手を止めないとは。やるな。こっちもまるで効果がないなんて。というか相手も乗ってる。バカな。私のパーフェクトな作戦がマイスターのくせに意外とモテるってことですか。でも女側は寛容だったけど、ヤマトはテレテレでしたね。ならば私でも隙をつけるか。く
もやらねば。なんとしても一本取ってやります。大丈夫ですか、ヤマト。何やら顔が赤いですが。どれ、おでこを拝借。熱はないようですね。よかったです。顔を洗うだけでなく、シャワーを浴びた方がいいのでは。では失礼します。熱がないとはいえ、脈拍は高いまま、少し不安でして、できる限りサポートはします。IS だけ活躍はさせません。では変形して放置しましょうか。うん。肌の具合を見るに、病気でもなさそうです。元気で安心しました。お邪魔しますよ。仮マイスターとはいえ、マイスターはマイスター。お背中の一つも流します。お風呂ですからね、ここは。けたけた。相当動揺してますね、童貞野郎め。これは一本取ってギャフンと言わせるのは簡単ですね。少し警戒している。いきなりは襲えませんね。それに相手あるサポートとして一応の仕事を果たしてあげますか。ほーら、背中をスタイリッシュに流しますよ。暑い季節だからこそ衛生を保ちませんとね。ゴシゴシゴシ。痛くないですかね。そうですか。かゆいところなどあれば言いなさいな。何を考えているんですか、仮のマイスター。驚きのもんですか。私はフォトステーションですよ。せっかくだから頭も洗ってあげます。でしょうとも。けたけた。シャンプーしているときはいわば無防備。生殺与奪を私に握られてますよ。そうです。お茶目な IS を見せてしまいました。これでは奇襲をかけにくいですね。耳の上、少しかゆいでしょう。これ、カキカキ。アイデアルサポートですから。まあそれほどでもあります。頭部マッサージの効果ですね。頭流しますよ。ザバー。腕の部分とかもしっかり洗うんです。 ISI で見ればわかります。まったく雑な洗い方してるんですから。ほら、力抜いてリラックスしてください。いえいえ。ゴシゴシゴシっと。はっ。なんで私は最初の目的を忘れて献身的にこいつの体を丹念に磨いているんですか。ご奉仕ロボとしての本能でしょうか。優秀な自分が怖いですね、まったく。このままだと私はただ純然たる行為からこいつの体を流しに裸で風呂に入ったことになります。そんな十字架は背負いたくありません。
何でもありませんからの無慈悲な攻撃ペアー冬打ちチョップ